中縛りですよ、全部語尾に注意するけど。何でちゅう？なんでちゅう？なんであれお前。まずはだから僕ドブネズミなんでね、普通のドブネズミなんで。ドブにいただきます。切れた。切れた。どうも、マブロック TV です。本日はかなり実験企画で、実験企画ということは信用できる人にやってもらいましょう。板倉くんです。お願いします。お願いします。お願いします。今回の企画はこちら。はい、操られる井口をキレさせろ選手権。おお。面白そう。これから来る井口は、はい、自分がドッキリの仕掛け人だと思ってます。で、板倉からの指示で動く、うん、そして、うん、そのターゲットの女の子をまあなんかそのドッキリすると思ってるんだけど、はいはい、その指示で井口が怒るまでなぜ今までなかったのかっていうぐらいね、もう見えますもんね。もう見えるよね。もう見える。またね、井口くんもうすぐ切れるでしょ。すぐ切れるでしょ、あいつは。すぐ切れるの、もう電気ケトルぐらいの速さで切れるそうね。ということで今回は別の企画で、はい、まあ井口の声を呼び出してるんで、とりあえず店オープニング撮りましょう。あ、わかりました。はい、どうも、ノブロック TV です。今日のゲストはインパクト板倉くんとレッドランド井口くんです。お願いします。いや、お願いしますじゃなくて、前回のことあんすよ。いや、わかんない。いや、わかんないじゃなくて、ネタバラシなくいなくなったYouTube に急に上がってた。うん、そうね。いいかなと思った。いや、いいからじゃダメですよ。YouTube にアップするのがネタバラシだから。ラグすごいっすあれ何だったんだろうと思って、数日過ごさなきゃいけなかったですし。いや今回は違うから、はい、そうそう、仕掛け人だから。お、はいはい、だから今回の企画は楽屋好印象プロデュース選手権。お、女性と、とかアイドルと、はい、仕事するときに気軽に喋れるやつがそんなにいないっていう。いや、そうですね。それはそうですね。で、その筆頭で名前が上がってたんよ。まあまあまあ、それはそうですね。はい、今回、まあ、人から挙げてもらうということで、井口を板倉が操ります。お、はい、で板倉が操ってくれて、いろんなフランクに接するようなことするんで、うん、それで女性に好印象を与えようって言ってる。で今回のターゲットは、はい、だからちゃんと井口に克服してほしいから、はい、18歳のインフルエンサーの、日向丸さんっていう女の子なんですけど、日向丸さん18歳。ここ行けたらもう全部、途中全部行けるからね。18から行けたら、井口さん、はい、お願いします。頑張ってください。はい、ちょっと本当にお願いします。頑張るぜ。日向さんにも耳が入ってるんで、日向さんも指示もう指示できる。できると。はい。でもこっちに入ってることは井口ちゃん知らない。井口ちゃん知らない。じゃあ井口ちゃん行っちゃおうか。失礼します。あ、おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。ちょっとあんまり、あ、ひなたまるです。偉そうになっちゃうといけないから、どんどん下取ってこ、下。よろしくお願いします。すみません。井口って、芸人。あ、はい、あ、調べました。あ、本当ですか。はい、血がないクソみたいな芸人です。あ、いやいや、クソみたいな芸人なんですよ。なんか、なんでもないんで。全然クソとか。あ、いやいや、全然本当は。あ、座ってください。まあ、座ってください。あ、ありがとうございます。僕なんか地面で十分ですっつって床に座ろう。まあ、僕なんか地面で十分。いや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 、いや絶対座った方がいいじゃん。じゃあ、私も地面に。そういうわけにいかないんですよね。僕のこと知ってました？僕のこと知ってはくれてました。いや、なんか調べるまで知らなかったんですけど。そりゃそうですよね。それはそうですよね。はい、僕のこともうネズミって呼んでください。よろしくお願いします。いやいや、僕のことはその、はい、ネズミって呼んでください。なんでですか。いや、井口さんでネズミっぽくないですか。僕だからネズミっぽくないですか。まあ、言われていれば。チーズ泥棒でもいいですよ。チーズ泥棒でもいいですけど。チーズ泥棒可愛いですね。これで好感持たれるって。チーズ泥棒可愛いと思います。じゃあフランクありがとちゅう。チーズ泥棒さんって。はい、ありがとちゅう。あ、いい。いいよ。可愛いって思われてるよ。僕らのこと知らなかったっていうことを、コンビだってことも知らないですか。まあ、僕のこと知らなかったっていうことは、コンビでやってるってことも知らない。あ、知らなかったです。
全然全然、それはまあそうですよね。ほんとつまんないコンビでしてね。まあほんとつまんないコンビなんですよ。いやいや、そんな。いやいや、ほんとに。ファイナリストに残ってるってことは、それなりにすごい。いやほんと、なんで僕らみたいなものがいけたのか、もう自分でもわかんないですもん。まあでもほんとに、うん、まあ、そうっす、なん、まあ、なんで僕らみたいなもんがいけたのかわかんないですよ。いや、面白かったんですよ、ちゃんと。漫才の構成も全然なってないし。やばい、イラついてきてる。なってないっすか。ケトルのスイッチ入りだし。花もないですし。まあ、そう、花もないですしね。いや、そんなことないです。金もないですし。お金もないですし。取り柄もないですし。取り柄もないですしね。早口だけですよ、僕の取り柄。もう早口だけですからね、僕の取り柄なんて。井口、井口、早口、早口、井口。井口、早口、早口、井口。あ、すごい。なんだこれ。すごい。そうそう。自我が崩壊し始めて。じゃあ、椅子座ろうか。失礼しますって言って。失礼します。あ、全然全然、いいですか、普通に。すみません。いや、そんなに漫才に自信がないんですか。なんでそんなに自信がないんですか。だって本当にだいぶ作ってる時から楽しくないですもん。まあ、そのもう作ってる段階で楽しくない、ね。はい、あんなの漫才じゃない。楽しくないのにやってる。あんなの漫才じゃないですよ。笑いでもなんでもない、お笑いでもなんでもないですよ。じゃあ、ゴミクズだよ。いや、ゴミクズです。一生懸命ゴミ作ってんですよ。いや、一生懸命ゴミ作ってんですよ。自分でそんなこと言ったら悲しくないですか。自分でそんなこと言って悲しくないんですか。いや、でも事実ですからね。まあでも事実ですからね。一生懸命ゴミ作って、その作ったゴミを見てもらってるんですよ。ケトルが見てもらってる。もう少しだ、もう少しで切れるぞこいつ。まあ、ゴミなのかな。どうすかね、こっちに言ってんじゃねえかよ。なんか好きな芸人いるんですかってちょっと聞いてみて。ちなみになんか好きな芸人とかっているんですか。あ、千鳥さんとか。でも物が違うから、もういつかお会いしたいなってめっちゃ思ってて、絶対勝てないし。もう物が違いますからね、やっぱ絶対勝てないですもん。うん、確かにそのなんか面白くない中とかあんま言わないと思います。そうっすよね。面白く別に俺信じてないよ。そうっすね。いや、僕もそう思うんですよ。やっぱ昨日聞いた会話の方がよく思われますね。ちょっと目決まってきてる。切れてる人の目でしょ。イライラしてきてるんだ。千鳥には絶対勝てない。千鳥には勝てない。千鳥には絶対勝てない。勝てないのになんで俺お笑いやってんだろう。無理ですよ。勝てないのになんでお笑いやってんだろうな。とかは言わない方がいいんだ。アドリブ入れんなって。自尊心保つためにアドリブでちょっと回復しようとして。二重人格みたいになってるから。もう中縛りにしよう。全部語尾に中。いや、そのこんななんでつまんないことばっかやんなきゃいけない、腹立ちます、腹立つでちゅう、はい、キモいでちゅう、はい、いや、ほんとそうっすよ。ちゃんとやれよ、お前。いや、ムカついたな、今。僕が、もうそう、やるのマジでという顔してた。本当にそういうのは、良くないですよね。なんか、そんな感じなんですか、いつも。なんか、普段からそういうチューとか、いつもつまんないことばっかやってるんですか。いやいや、ずっとつまんないですからね、俺。まあ、でもつまんないだけ、つまんないですからね。つまんない温度を踊ってみて。なんかもう、それ以外にありますか、早く。いやいや、そのつまんないだけですよ。つまんない。つまんない。古い。古い。うん。あれ、おいくつでしたっけ。まあまあ38なんで。まあ、センスが多いのかもしれないですね。終わってますね、38。終わってます。やばい、ボディブローってズガーン入ったな。そんなだったらやめればいいんじゃない。すいません、ちょっとね。それならもうやめちゃえばいいと思うんですけど。いやいや、でもね、やめても地獄ですからね。
な、何すればいいですか。じゃあ俺やめても地獄なんで、その何すればいいですか。逆にネズミ男しかないじゃないですか。ネズミ男しかないじゃないですか。渋谷のネズミになれば。なりてー、渋谷のネズミになりてー、なりてー、渋谷のネズミになりてー。そこ床渋谷のネズミで歩くからさ。それなら渋谷のネズミになりきってみてください。まずはだから僕ドブネズミなんでね、普通のドブネズミなんでドブにいただきます。切れた、切れた。まずはまあ僕もドブネズミなんで床に這いつくばって、でネズミやるときフードかぶろ。ちょっとじゃあネズミだから、ドブネズミで笑わしたらモテんだから頑張って。絶対笑わない。ちょっとドブネズミ食べてみて。チュ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 。下水の匂いだ。あ、下水の匂いだ。僕と同じ匂いだ。僕と同じ匂いだ。あー大好きだなこの匂い。あー大好きだ。あー、どうですか。ピンピンって言った。あんな音するんだね、キャップって。ピンって言ったよ。どういう意味。普通のドブネズミ。渋谷のネズミが見たかった。渋谷のネズミを見たいんですけど。ゆうちゃんこれまずいから、やっぱ渋谷のネズミ、排水溝から上がってきた時にやっぱりミュージカル調の渋谷のネズミになって、その幸せに暮らしたっていう、やっぱ若い子はハッピーエンド見たいから。本当かな。ちょっといいですか、もう一回。ちゃんとやれよ、ちゃんとやれよ。へいへい。どうやって進んだら渋谷に行けるんだろうか。あ、どうやって進んだら渋谷に行けるんだろうか。わからないちゅう、わからないちゅう、考え中、考え中。おやめたな、なんでやめたの。なんでやめたの。あ、ちょっと待って、一回立って。いや、ねえ井口立って。なんでちゃんとやるって言ったの、 やんないの。なんでさ、一番最初にちゃんとやれって言ったのに、なんでやってくんないの。反省中、反省中。水かけてやる。ティッシュジャグ、ティッシュジャグ。辛いよ。いやいや、なんか見ててイライラする。いやいや、そうそう。面白くないし、ちゃんとやらないし。あ、ちゃんと、まあね、ちゃんとやればつらかったな。こうなっちゃってんの。やんの、やんないの。やんの、やんないの、なんなの。やらせていただきます。やらせていただきます。じゃあ見させてもらいます。あのさ、このままさ、このあの指示でネタバレする。実はこの企画はって、はいはい、このまんま、うん、このまんまやっちゃいますか。実はね、ちょっと聞いてくれるって、日向さん。いやいや、ちょっと聞いてくれる、ちょっと聞いてくれる。実はさ、この企画さ、実はこの企画さ、俺がモテるようになるために、僕がモテるようになるために操られるっていうことやってんの。操られるっていうことをやってんの。それは嘘の企画で、本当のことは、それは嘘の企画で、それは嘘の企画でっていうのを言って、ちゃんとちゃんと言って、復唱して、復唱して。それは嘘の企画で、本当を言うと今回の企画は、本当を言うと今回の企画は、操られる井口をキレさせろ選手権なんですよ。操られる井口をキレさせろ選手権なんだよ。じゃあもうどういうこと、どういう意味。どういう意味。お疲れ様でしたって言ってください。お疲れ様でした、ありがとうございます。てっててって言って、てっててって自分で。大成功で、どういう意味。大成功、大成功。てっててっててじゃないんだよ。何これ、誰が何をしてんの。自尊心が一番崩壊しそうになった瞬間だけ教えてもらっていい。
まあその早口だけですよっていうあそこね、ゲームのやつ言われると普通にきついんですよ、うん